100とは言えないですけど、ミラン入り噂の蒲田大地が注目の新天地に言及、来季 CL でやれるのは間違いない。取材に応じた蒲田に新天地はもう決めているかと質問をすると、次のように答えた。そうですね、2月には自分自身は伝えていてサインしてないので、100とはサインするまで言えないですけど、ちゃんとしたオファーがチャンピオンズリーグ CL の以上のチームから届いてるんで、来シーズンチャンピオンズリーグで4大リーグ以上でやれるのは間違いないかなと。冷やかしオファーじゃなかったんや。時代ってプレミア、リーニャ、スペイン、ドイツやよな。5大だったらセリア A かフランスの可能性あったけど、蒲田が次第行ってるならプレミア、リーニャ、スペイン、ドイツのうちのどこかやろ。この年でわざわざ4大以下のリーグ行くのはミスだろ。